はい、ナモさんです。キッチンの勝手口です。勝手口というだけあって、勝手な口なようで、まあ、下の方はゴミ置き場になってますが、家の鍵を引き渡された時、ここのドア開いてました。何を目論んでるかというと、この土間部分に冷蔵庫を設置してしまいたいと。まずはこのドアを塞ぐとこから始めます。ちょっとした問題があるとすれば、お風呂を沸かすボイラーの、なんつうんだなんかだと思うんですけど、今はもう完全に、使ってないのでぶっ壊して構わないんだけれど、どうしようかなっていうのは、壁からの出っ張りが、巨乳、あ違った、おおむね100等ってことは、この壁から100等こっちに冷蔵庫が来ちゃうっていうことなんだけど、試しにここぶっ壊せるかなと。ぶっ壊せそうだぞこれ。あ、なんか大変なことになってきた。面白い。取れた。ちゅうかここまでやっていいのかどうかもわからんけど、もうやっちゃった。そこはしょうがないよ。これでここの出っ張りこんだけになった。では、木で、塞いじゃいましょう。
とりあえず塞ぎました。冷蔵庫が乗っても多分全然大丈夫なぐらいに頑丈だと思われます。大丈夫でしょ。これを貼っちゃう。で次これ貼っちゃった。違う違う、貼っちゃダメ。さて続いて床だ。これ取った方がいいか。はい、ここに、冷蔵庫を置きたいと思うわけですが、困ったことに電源が見当たりません。ですがこのキッチンをずっと行くとここに5つも電源があります。でちょっとと引くとさらにある。合計7つ。いらねえだろこれ。この5つの電源、殺します。この辺かな。この辺で切ります。では冷蔵庫を運びましょう。引っ越し屋ってすげえな。開いた。オッケーです。こういうの買ってきたんで。はい、完成です。こんな感じですね。なんとなくうまくいったような気がします。お疲れ様でした。